今日はガーミンさんの新商品、はい、じゃん、じゃん、はい、S40 が発売するということで、はい、私たち今日つけて、うん、すごく軽い、ね、の S40 のいいところを、ね、ちょっと試して紹介していきたいと思います。今日は、うん、紫カントリークラブあやめコースしてますなので早速、うん、GPS でコースを、はい、選択していきたいと思います。現在地確認中で、お、来た来た、ぐるっと来た、はい、東ですよね、ここ西です、西です、西の左くらいにしておいてください。西の左、はい、後で切り返しましょう。スコアを記録します。はい、イエス、ウーメンズです。ウーメンズ、はい、お、すごいね、インとかアウトとかも入れなくても勝手に10番になってるね。位置情報確認できたのでラウンドしていきたいと思います。やっぱり耐えて、大丈夫、あ、バンカー手前、あ、出たドライバー、 OK、ドライバー選択ね、うん、はい、ショットを打ったら、うん、打った後にクラブ その選択ができるんです。今何番で打ったかみたいな、打った瞬間多分振動でクラブ選択してくださいって感じで出てくるので、あとで多分自分がこの番手でこれぐらい打ってるよっていうのが、うん、ちゃんと記録できるね、記録できますね、素晴らしい。センターが156、うん、ラフなんで、落ちた、なぬセンターまで60か、うまい、短い、おー、まあまあまあ、ね、S40 は軽くなりました、うん、すごい軽い、ね、全然なんかね、違和感ない、まっすぐ、はい、真ん中飛んでる、144ですね、ピンセンターまで、右がバンカー、あ、右がバンカー、あ、最後入ったね、入りました145、6番アイアンです、ピンまで、私も右側に行っているよ、手前、全然手前、手前、OK、今回のデザインはですね、ちょっとちっちゃめになってるんですよね。そう、ちっちゃめ、私は黒で、ゆっこは白です。白が一応女性モデルらしい。そうね、女性モデルって聞きました。うん、かわいいよね。そう、かわいいし、ベルトもちょっと短い、うん、まあ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 、いけ、持て、入れ、入れ、マジグリーン上で切り替わったので、これを今2パットですね、パッターズにちょっと真ん中完了です。曲がっ、あー、曲がんなかったけど、おー、オッケー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 、抜けたね、抜けたね。ガミさん、タッチするとですね、こういう風にですね、次のショットを200ヤード残したいときは136ヤードこっから打ってください。150ヤード残したいときは185ヤード打ってください。100ヤード残したいときは235ヤード打ってくださいっていう感じで、得意の距離を残すために何ヤード打ったらいいかっていうのを表示してくれます。いいね、完璧、ちょっと右ですけど、でも大丈夫、大丈夫、バン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 、右には届かない、ナイスよ。今グリーンが L で左のグリーンに表示されてるので、右のグリーンに表示を切り替えます。ここを押します。そうすると、あ、今 R に変わったので、右のグリーンに切り替わりました。はい、センターまで140ヤードです。6番で打ちます。最近アイアンの調子が悪いです。うん、ナイス、届いて、惜しい、もうちょい、ゴー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 ゴ
戦。バンカーまで、あ、バンカーまでとか出るんですか？あ、出た。出る。バンカーがあるのでちょっと確認したいと思います。ウォーターハザード、すぐそこまで88ヤードって書いてます。奥のバンカーが300、だからグリーン手前ですね。次が282から274、まあ、入らないですね多分。真ん中が244から255で入ります。だからあのバンカーめがけて打てば大丈夫ですね。で手前のそこの右のバンカーが126から147ですね、うん、はい。ということであの真ん中のバンカーを狙って215ヤード打てば100残るみたいなとこまで出ますね。すごい、100ちょい残るかな。セカンド、おお、左に行ってきた。左だけどでも大丈夫。いや行き過ぎだよね。問題なし。おお、よくも左向いてた。まあ、はい、それでは18ホールで行ってきます。すいません、進行お願いします。はい。さあ、18番ホールまでやってきました。はい、行きましたね。これは木。木の右？木の右がいいのかな。いや、プッシュしそうだから木でいいや。気に入った。ナイスショー、完璧や。完璧、完璧。ちょっと体重は後ろに残っておりますが、OK です。大丈夫。あ、いや、すっげえ。その戻り方。今日プール何回か。何ヤードですか？左のバンカーまで140。右は？あ、右のバンカーは155。なので、狭いんで120-130のクラブで打ちます。あ、ちょっと右だけど。オッケーオッケー。うん、ナイスオン、うまい。オッケー。ナイス、ナイス。おはね。で、上長お疲れ様でした。スマホアプリと連動して、自分たちの、スコアを振り返ることができるので、はい、そこまでやってみましょう。はい、もう Bluetooth で、連動してると思うので。これって自分が打って行ったところに。てるんですか？そうなんです。番手も書いてないですか？すごい。やだ。自分入力してましたよね。はい、しました。今やだ。ドライバーが105。やだ。100。これなんで？あの木引っかけたんか。うん、木当たったやつじゃない。あ、つか。じゃあ次横に行ってみてください。横？あ、距離が出るのか。ピッチングで160っちゃおかしいでしょ。そこを変更しましょう。タップしましょう。あ、すごい。で、右下をタップしてください。その点点点。したらクラブ。本当だ。7番ウッドがなかったんで、こんな感じで。これ直したいときは、はい、スコアを。多分最後の9番。ああ、そうか。9番がここボギーなんです。オッケー。これでできた。編集の完了。おお。できた。はい。なんかここ行っちゃったとかいうのも全部記録に入ってるから、うん、思い出せる。平均ドライバーどれぐらい飛んでるのかなっていうか、うん、これ今192ヤードお飛んでるんですけど、これはちょっと右に超絶スライス出て160ヤードです。やっぱスライスしたら160とかしか飛ばないんですね。188。すごい飛んでて、うん、あったんだ。あったあったあったんだ、ね、やっぱ狭いとさ、木とかさ、葉っぱに当たるとさ、ボトンと落ちちゃうもんね、うん、何回か落とされてたもんね。はい、でもそれで助けられてた逆に。今日あの18ホール回ってみて、はい、あの距離の精度ってどんなもんでした？距離なんかカートと比べながらとか見てたと思うんですけど、はい、一緒だったから、うん、なんか結構これもうん、見たりしたんですけど、うん、一緒だったよね。一緒、うん、なんかグリーンがその多分プラスマイナスあると思うんでずらせるんで、ピン位置ちょっと手前とかそれをちゃんと合わせればもう一緒。もう正確さは結構高いってことだ、はい、うん、ね、結構高かったですね。デザインどうでした？
前のは少ししっかりめだったと思うんですけど、なんかごつくもなくて、なんかガーミンさん的には女性を意識したらしいんですけども、女性でも使えるって感じですか？特に白の方が可愛いよね。あ、これ可愛いんだ、やっぱりね、女性なんだね。なんかちょっと高級感もあるし、ここがね、そうそう、ゴールドが、めっちゃ出る。あとガーミンさんにこれだけは言ってくれって言われたのがあって、電池、今残り何パーですか？どこで見るんですか？50パーある。55%。 お、すごい。結構こういう距離計って、電池なくなっちゃって、後半終わったとか、ね、私結構だって待ってるホールもあったんで、それなりに時間がね、本当にスムーズではなかったんで、の割にやっぱ半分以上持ってるから、帰りの車の中にも、あ、そうだね、ちょっといじってる余裕がある。頑張れば2ラウンドいけそうってことですよね。そうですね、 1.5 はいけるね。 1.5 は確実に、一応上位版が S60 っていうのがメーカー希望小売価格が5万741円、で、こんだけのことできて、S40 が、できないのは高低差の表示ができないくらいかな、あとはマップのところの表示が違うっていうくらいなんですけれども、実は価格が34,800円。安い。そう、いいですね。そう、だって普通の距離計半額とか、そうだね、ね、結構高いもんね。高い。高低差ない分、やっぱその試合とか出る人も使えますよね。確かに、高低差ないから軽いし、つけてても違和感ないし、なんかおしゃれだし、なんか、すごい女性には向いてるかな。ぜひ皆さん一度、ガーミンさんの S40、まあ、S60 ちょっとなって思ってた人はね、ぜひ S40、お手頃なので、使ってみてください。使ってみてください。この S40 なんですけれども、抽選で1名の方にプレゼントします。色は白。じゃあ応募しようかな。応募してください。この動画の概要欄とコメント欄にそのフォームがあるんで、応募してください。応募してください。距離計普段どういう風に使ってるっていう質問がありますから、それに答えてくれれば大丈夫です。ぜひ皆さん、応募してね。応募してください。ゲット頑張ってゲットしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。